いいよな。へいへい、うわすごい、あー珍しい、すごい、はい、ということでですね、はい、ちょっとね、10分押してスタートということだったんですけれども、はい、皆さん、皆さんお待たせしました。お待たせしました。はい、あ、どうかな、ショールームの方、スタートしてきましたけれども、皆さん見えてますか？今始まったね。よかった、ギリギリですね。 OK かな、少しずつコメントも流れてきてるかなと思いますが、大丈夫そうですね。はい、というわけでですね、はい、まあ、今日は、まあ、この背景を見ても分かる通り、はい、まあ、おめでたい空気をね、はい、持ち出してると思いますが、はい、じゃあちょっと主役を呼びましょうか、ね、じゃあみんなでせーの、つかな、たまさん行きましょう。みんなちゃんと言ってね。まいちゃん仕切って。いくよ。せーのでたまさんだからね。それでは行きます。せーの。たまさん。みんなたまさんって呼んでる。今記憶が蘇ってくるそう、で思い出しますね。はい、ということで、はい、はい、じゃあね、今日はこの主役、うん、タマの卒業公演ということで、はい、はい、先ほどステイオークレストで行ってきました、はい、いやいかがでしたか。あ、まあ、もうこんな話入ってちゃっていいですかね。行きましょう、もう本編入ってちゃいましょうね。はい、はいはい、ということでさ、その公演はみんなどうでしたか。最初始まった時は横断幕が、そうね、そしてタマさんは、私が袴だったので、そう、袴だったじゃん。そうね、もうなんか入ってきた瞬間完成じゃないけど、勝負すごかったよ。すごかったよ、そう、だからメンバーもニヤニヤになってるから、やばいみたいな感じは。普段ないからね、今ね、なんかね、初体験でした。ね、本当もう1曲目さ、フライズだったじゃないですか。はいはい、袴着てさ、いつも通りジャンプするのよ。それだ激しいやん。いや、もうこれラストかって思ったらさ、もうでもなんかいつも以上にファンの人も気合い入ってたからね、うん、すごかった。それでさ、前出てきた時に人数の多さにびっくりしたね。ほんとそう、クレストパンパンだったもんね。すごくそれが嬉しくて、うん、なんかすごいね、あー多分愛されてるなってのも思ったし。そうだね、そう、そしてさ、やっぱ会場を見渡して思ったのは、あの頭にみんなタオルを巻いてる方がいて、そう、あのタオル持ってきてくるんだけど、これね、そう、ちょっとショールームの人にも見えるように、卒業員さんがなんと先着100名限定で作ってくれた卒業記念タオル、はい、日本酒とさくらんぼがいるっていう、そう、これもさ、タモの近所のさ、やつでしょ。そうだよね、シルエットが使われてる。特徴的な頭は完全に緊張だよね。そうそう、トサカミってびっくりしたね、あれも。途中こうやってさ、出してる人とかもいて、あとライブ中もね、カーニバルでさ、タオル回してみんなでやってくれたり、君ね、煽ったくせに言うけどね、煽ると思ってなかったの。ぶっちゃけなんか普通にみんな回してくれなきゃなと思って、腕を回すよって言ったらめっちゃタオル回してくれて、すごいなんか嬉しかった。それがねえ、あれはすごい嬉しかった、まあ、そして、はい、最初はそんな感じで、まあ、タマのねホライズンの強くとかが始まりましたけど、まあなんといっても今回タマ作詞の曲をお披露目するというね、はい、置き土産の、はい、じゃあタマさんがちょっとタイトル紹介をね、してもらっていいですか。はい、
ファンタジー夜勤明け。はい、もうね、会場もだんだんシーンとか言ったら、もう慣れてきちゃってるからさ。そうだね。いや、なんかまあ花坂じいさん夜勤明け、今回もあれですか、鼻金になるようにってことですかね。逆して鼻金になるように。そうです、ね、そう、道をなるんだもんね。そう、前の方、私の花道金市長も訳すと花金なんだよ。そうそうそう、みんな知らないよね。言ったことなかったもんね、今まで。そう言ったことなかったね。言ったことなかった。言ったことなかったよ。そうか、これ隠れテーマにする予定だったんだよ。あ、そうなの。え、全然知らなかった。普通に言っちゃった。一応そんな意味がね。そうですね。そう、でもあれはやっぱ作詞結構時間かかったんですか。今回めちゃめちゃ苦戦してたよね。ギリギリまで苦戦してたよね。ストレスかと思った。いや、これは違うの。何何が、これは違うの。ちゃんと正直に話して。え、正直に話していいよ、まいちゃん。いいよいいよいいよ、もう言いなさい。もうね、これもう私最後だから言うわ。何私、あの今の歌詞ができる前に2個歌詞作ってたんですよ。2つも作ってたんですよ。おー、頑張ったね。で、それ一回某柏原に見せたんですよ。そう、言っちゃってるけどね。ただの柏原さん。そうそうそう、見せたんですよ。そしたら、いいじゃんとかって言われて。おー、いいじゃん。おいいじゃん。なんか、そのあのテーマとなってるのもなんかいいよみたいなね、言ってたよね。ちょっと急いでしたよね。そうそうそう、あ、よかったと思って。そう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 、思って、で、なんか振りとかも作ってたよ。作ってたよね。作ってた、歌詞に合わせたよね。そしたら前々日、レコーディングの前日。そうだね、前日だね。一昨日だよね。一昨日だよ、一昨日。違うって言われてやっぱ違うって思ったけど、なんか頑張ってやってみて、わらって言ってきてまた毎回書いてみてみたいな。そう、全く新しく作ってって言われて、うん、でもちょっともう無理だよって思いながら、あれ3時間くらいで書いたから。マジで？やばいよ。っていうことはまた最短の叩き出したってこと。そう、すごいね。そうそう、ヘラヘラしながらこれ歌うのとかって言いながら書いたら、本当に歌うことになっちゃった。そういう感じが歌詞にすごい出てるよね。でもなんか歌詞って書いたんだろうなって気に入ってる歌詞とかありますか。さ、多分さ、歌詞あんま聞こえなかったじゃん、ライブだと。そう、めちゃくちゃ早口だから。なんかポイントありますか。私、あの B メロの最後、サビ前に1B の最後ですね。1番の B メロ、1番の B メロの最後に、あのコンポハーソ、違う、コンポハーソ、違う、コンポシュカハーソっていう、ただの一連の流れを書いただけの歌詞があるんですけど、コンポシュカハーソ、ただ語呂がいいなと思って入れただけなんですけど、そのままなんか採用された歌詞があって、これだけ聞いたら何の歌かわかんないだってなんか コンベアを回ってるみたいな歌詞を書いてて、ただ工場の流れをただ書いただけになった途中とか。メンバーは何かありますか。髪切とか。お、みやちゃん何がありますか。2番サビかな。2番サビの最後に、よっしゃ5分巻きってあるんですよ。よっしゃ5分巻き。よっしゃ5分巻き。これ一番好きです。そう、みやちゃん、あのね、これね、緊張メンバーだけじゃなくて、他のメンバーもレコーディングしたんですけど、よっしゃ5分巻き、一番良かったもん。髪切が。みやちゃんめっちゃ良かったよ。本当に。多分、ツーテイクぐらいだよね。そう。よっしゃみたいなのが、よっしゃ感が伝わってきたから、髪切 OK みたいな感じで。ね、すごかったよ。なんかさ、あのアドバイスが電波組さんみたいにやってた。ああ、そうなんだ。ちょっとね、声のキャラを出してほしいなと思ってね。もうすごい完璧なアドバイスですよ。ミリカも結構レコーディングで結構気合い。やっぱさ、あの 金曜日の女王研修生として、うん、そう、私さレコーディング聞けなかったんだよ。でも、あのミリカに歌ってほしいフレーズがあるって。あそこね、あそこが、あのメンタル崩壊のとこだよね。なんだっけ、メンタルズダブロ、もうメンタル崩壊、メンタル崩壊、プライドズダブロメンタル。あ、そう、プライドズダブロメンタル崩壊をタマさん作詞してる時からどうしても私に歌ってほしいって言ってて
の重い女だから。ちょっとさ、それやってないからめちゃくちゃ重いの。メンヘラだって。そろそろメンヘラ。あ、そろそろ自己紹介変えようと思ってるらしい。あー、なるほどね。体重の重い女って言いたいらしいんで。はい。せめてね。せめてみんなが笑ってくれたらよかったから。気をつけないと重くなるよ、そういう顔してるのやばいよ。まあそんな感じでレコーディングも無事終わって、今日やっとお披露目できたけど、振り付けとかもすごかったね。振り付け頑張りましたよ。あれはおりょうちゃん、おりょうちゃん、あ、そうよ、サビサビサビね、サビもね、なかなかすごい真剣。あれはおりょうちゃんがやったんです。ちょっとやってみる。あれはおりょうとゆうちがやりました。そうなの。すごい会場の皆さん薄ら笑ってなんともね、コメントしづらいからでもこれさ、みんなもさ、少しずつ踊ってくれたのが嬉しかったよね。そう、でも一個ね、一個振り付け師さんのポイントがあるんです。何何、それはですね、A メロのラストです。そうです、そこですね、実はあのこの間ね、お披露目されたナンジさん作曲のさ、桜涙あるでしょ、うんうん、でそれで最初ボスになった振り付けを今回入れさせてもらいました。執念です。なんとですね、緊張では私の振り付け好評なんですよ。ちょっとやってもらっていいな。これめっちゃうまいからあるんじゃん。せーせーれれ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 、待って、そこだよ、そこ。せー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 、最高。ありがとう。だってさ、そもそもこれを桜涙に入れようとしたんだよ。意味がわからないじゃん。それは違うじゃんみたいなね。半端ない昭和なんですよ。そんな感じでお披露目がありまして、はい、そしてその後は、まあ、セレモニーがね、ありましたけれども、まあ、たくさんのね、ファンの皆さんからのプレゼントが、はい、ありましたが、はい、まあ、まず花束、花束、これね、スイートピー、門出、そう、花言葉が門出ということでね、すごい素敵な、大きなね、うん、花束でしたね。ありがたいです、はい、そしてアルバム、アルバム、たまえの、そう、なんか中の、あの、一枚一枚のメッセージカードが卒業証書っていう感じなので、すごいね、すごいな、じゃあもう、じゃあもう、なんだあとはあれですね、写真集、そう、カメ子さんたちが作ってくださった、あ、持ってきてくれてるかな、裏からあるかな、写真集をね、作ってくださって、ほんとすごいね、あれね、すごい売れるよね、あれ絶対、いや、ほんと売れる、売れる、めっちゃ欲しいよね、あれね、ね、欲しいって、いくらでいきます？あんちゃん、お金玉できた、いくらですか、いくらですか、実費で、実費で、実費って何、いまいち分かってます。あ、来た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 、ショールームにまで見えるね、皆さんに見えるように、すごいよね、この躍動感がやばいよ、そう、表紙すごいね、あとね、裏もすごい、裏の髪の毛、裏の髪の毛の躍動感、髪色の変化ね、すごい、そして中身もタマの顔ちょっとやばくないですか、求めてんだよタマさん、なんか気になる、ここポイントみたいなのありますか、あぱーあぱーあぱー、いいですね、やったね、最高の写真、いいねこれね、全部ファンの皆さんが作っ、あの、撮ってくれた写真なんでね、嬉しいね、嬉しいよね、そう、これはたまに撮って何かありますか、お気に入りショット、お気に入りの写真、かわいい、かわいい、かわいい、見てよ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 、後で見せるから見てね、メンバーが盛り上がっちゃうっていうね、何時にご契約したのか、いや、すごいね、ね、まあ、でも本当これは一生の思い出になるよね、3000円払ってね、賛成でたまん払う感じですか、いや、まあ、払うけどさ、全然もうタマだからいろんな髪色がある、ね、そう、それで、それが面白い、髪型と髪色が本当に全部、ね、違うもんね、ゆりやちゃん、これは可愛い、失礼だよ、ちょいちょい間違うって
そんな感じで、まあ、あれやるね、まあ、ゆっくりお家で見ていただければと思います、はい、まあね、宝物になると思います、はい、本当にね、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてですね、はい、先ほどメンバーから色紙を渡したんですけど、はい、あのちょっとね、一言色紙、ね、一言色紙だったんですが、ここで、おお、ここでメンバーからプレゼントがあります。おお、みやちゃん、にやけて後ろに隠してる。さあ、それではみやちゃん渡してください。お願いします。はい、うめー、何の前振りだったの？これが本当です。これが本当だよ。届きましたね。イエーイ、みんなもイエーイ。いや、嬉しいんだけどさ、普通に嬉しいんだけどさ。真ん中の写真は絵だ、絵だね。絵はたまたま制服系よ。ね、あの絵で描くと大丈夫だね。絵で描くとまだ全然いける、いける、いける、すごい。そう、みんな書いてあるのでね、ちょっと後でゆっくり、はい、読んでください。ね、ゆっくり読んでね、うん、本当にびっしり。そう、夏美一番最後に書いたんだけどさ、狭すぎて全然書けないの。また一番最後だ。あ、そう、一番最後だ。そうね、みんなでも、あれちゃん、字汚い。読めるでしょ、ちゃんと。まいちゃん、これ何？丸の後にびっくりマークついてるよ。どういう読み方？懐かしいな、丸、びっくりマーク。じゃあ、まあ、タムさん、それもゆっくりね、はい、読んでください、はい、はい、そんなセレモニーの後には、まあ、サウスオレンジ、私の花道錦糸町、そしてそしてパーティーサマータイム、はい、はい、まあ、ここはね、一番の今日のね、大盛り上がりだったと思うんですけど、はい、そこではなんと、はい、お客さんみんながね、作ってくれたおみこしに乗ったということですが、タマさんどうでしたか、あれは。超楽しかった超楽しかった本当楽しそうだったもんね。本当 ね、26歳って思えないの、そっからね。いや、本当だ。なんかもう、ここにいるんだけど、なんかアトラクションに乗ってるみたいだった、本当に。へー、なんか最後にアイドルっぽい感じを見たよね。キラキラみたいな、いきなり女の子らしいよね。でも本当すごい、あれにさ、客席をなんかくるくる回転したりしてて、おみこし乗りながらですよ、ラップしてたり、そう、ラップしてたりとか、なんかちょっとジャンプしてたりとか、あれ、大変だったでしょ。大変だったよ。なんか重さとかはどうだったの？いや、重い。言っていいの？なかなか重い。なかなか重い。言わせなくていいじゃん。リハーサルの時からごめん、ごめん、ほんとごめんって言ってたから。メキシだったらもっとよかった。メキシだったら軽々。メキシだったら多分浮かんだ。多分考えたと思う。でも本当すごい盛り上がりだった。どうですか？楽しそうで。手作り感はどうでした？手作りのおみこしに乗った感想は。いや、しっかりしてる、本当に。想像より全然しっかりしてるし、なんか、私が言ったんですよ。自分から言ったんですよ。自分から言ったんですよ。卒業公演何したいみたいな、なんか言ってくれたから、おみこし乗りたいって言ったら、本当に叶えてくれたんですよ。タムさん、タムさん、ずっと人見とかに、私の卒業公演、みこし出るから。ドヤ顔。そう、違う、言われてる。自分で作るわけじゃないのにさ。めっちゃ言われたよね。めっちゃ言われたよね。みこしだから、祭りだから。だってさ、見たことないじゃん。まあ確かにね。そう、アイドル抜かしてもさ、アーティストさんのライブでさ、みこしが出てくることなんてないでしょ。しかも卒業公演では絶対ないからね。本当感謝の一言です。本当です、本当に。作ってくださった方も、こう担いでくださった方も、ハイタッチがね、めっちゃ怖かった。みんな あんなに手が迫ってくることはない。すごい。
でもなんかみんな楽しそうにしてくれてたから良かったなって思った。すごい楽しかったもん。本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました。そして最後アンコール。はい、では飛行機雲。はい、まあ、これはね、カバガンの卒業ソング代表と言われる曲でしたけど、まああれはね、たまどうだった、メンバーからっていう気持ちで私たちは歌ってたけど、うん、なんかあのそれまですごいすごい面倒くさそうだったんですよ、メンバーが卒業公演。そんなことない、大変なことないよ。お前らよく言う、よく言う、お前ら特によく言う、お前ら特によく言うよ、本当に顔が全然できてないよ。バレた。バレてる、バレてる。いやでもいや本当に多分私もだったんですけど、メンバーも実感が全然なかったんですよ、正直。時間はない、なんか本当に私卒業するのかなって思ったんですけど、でもなんかその本当にそのアンコールで、あ、私卒業するなっていうのがそれこそ飛行機雲で感じて、でなんかもうメンバーボロボロ泣くから、なるほどね、ありがとうって思って本当に素直に。もう一回言って、もう一回聞かせて。ありがとうって思いました。しちゃいお前じゃないぞ。いやでもさ、ひとみも最初も泣き始めて歌えなかったじゃん。私は絶対泣かないと思って、うん、歌い始めようこさんじゃん。うん、笑顔で手を振ってとか絶対泣かないもんな。うんうん、でも、ひとみ自分のパートのところに、あの、二人きりの帰り道っていう歌詞があるんですよ。うん、で、クリアは実際、こだまの帰り道と一緒なんですよ。あー、なるほどね。そう、で、すごい思い出しちゃって、あ、こんなバカなことしたなとかいろいろ思い出してたら、もうなんかもう涙が出てきちゃって、しかも後ろ見たらたぶん近くにいるし、あ、オリオも近くにいたの、オリオも帰り道近いから、うん、もうこれはダメだよねって言ってて、ね、なるほどね。思い出した、いろいろ帰り道のこといろいろ思い出した、ね、本当に思い出したね、感動の飛行機雲。そして最後はライブに来る、ね、あれは本当、ね、いろんな思いがあったと思うけど、タマはあれはどうだったんですか。あれはもうなんか、まあ、最後の歌詞ですね、本当に。僕がいるのは君がいるから、もう多分あの会場にいてくれたあのメンバー含め、スタッフさんも含め、あのファンの方も含め、もう全員がいてくれたから自分がいるんだなって思って、本当に幸せだなって思いました。いや本当最後はね、感動の涙の、本当だよね、しんみりと、なんかもう、あ、本当に卒業終わるんだなっていう、公演終わっちゃうんだなっていう感動の涙があったんですけど、どうも、それで終わればいいじゃん。え、いやそう思ったよ、私たちだって。でも終わりたかったね。終わりたかった、すっきりと終わりたかった。結構すっきりしてたよ、私的には。いや本当、まあ、そしたらなんかね、VTR があるとかどうとか言って2本目のビデオが、まあ、その VTR の中で児玉彗星ツアー開催決定ということで、おめでとうございます。おめでとうございます、本当に。いやこれは山が果たせなかった約束、スカイダイビング上空10メートル、上空1万メートル、10メートル、10メートルは頑張ればできそう。1万メートルからね、降ってくるということですけど、どう、タマ、あれを聞いた感想は。心残りだったでしょ、だって。そうだよ、心の掘りとか出てたけど、全然私は忘れていたよ、もちろん。みんな覚えてたもんね、ほら、うん、結構覚えてたよね。みんな言おうと思ってたんだよ。そうだよ、あいつこのままだって、ちょいちょい言われてたんだよ、握手会とかで。そうだよ、スカイダイビングどうするの。で、どうなの。飛ぶの、本当に飛ぶのか。もうだって6月開催決定。そうだから、自分の意思はそこにはもうなかったよ。いいじゃんね、飛んどけば。そうだよ、卒業生としてなりますよ。その後何に繋がるのかって言われるとちょっとよくわかんないけどね。本当だよね、スカイダイビングの仕事なんてないよ、多分。だね、どこから声がかかる。お笑いとか行くならさ、確かに、その評価が大事だって言ってたね。なんでお笑いに行かせようとしてるの。
似合ってるって。ありがとう。そんな感じで、本当最後はね、大きな重大発表だったけど、はい、まあ、全て、全部含めて、公演含めて、タマどうでしたか？なんか、最初私、卒業公演は、なんかすごい楽しいものにしたいみたいな話をしてて、笑って終えるようにっていう話をしたんですけど、まあ、実際はすごい、もう、ボロボロ泣いちゃって、もう、なんかもう、呼吸気味になっちゃったんですけど、でもなんかそのすごい感動したところもありつつ、なんか私らしく新曲披露の時とかなんかすごいみんな笑ってくれたりしてたので、なんか本当に笑いあり感動ありのなんか私らしい卒業公演ができたのかなって思うと、それも多分今日来てくださった皆さんのおかげだと思うので、本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、ちょっとね、今日のライブを振り返ってきましたけれども、はい、まあ、でもこの後、まだミニライブが続きますよ。はい、だからまだライブ終わってないんですよ、タマさん。そうなの。ね、そうなんだよね。タマも出るの楽しい。出ます。え、どうしたの？え、卒業まだしてない。今日終わるまで卒業してないから。今日家帰るまでが卒業公演だよ、みんな。じゃあね、じゃあ最後のライブをタマ行こうか、すぐね。そうね、そう、盛り上げていきましょう。じゃあメンバーはスタンバイするので、みんなもね、準備してください。みんなもね、ショラブのみんなもこのまま見ててくださいね。タマさん、ほんとだ、ほんとだ、マジ入りきれなくて外にいるんだって。すごいよ、たま大人気だよ。人気者じゃん。一緒に待つよ。